ってけど。CPT 配信する ?CPT 配信ダメなんじゃなかったっけ ?CPT トーナメント見た?あ、見てない。もう出たの?どうやって見ればいい?大根ありがとう。シロリスありがとう。ディスコにも貼ってあった。あ、本当ですか。あ、配信できんの?最初はできるんだけど、途中からできなくなるみたいな感じよね。確かね。これってもう確定なのかな?エルシャールサコドグラ。気楽、ありがとう。あ、じゃあベガ戦やっといた方がいいんかな。誰かベガっていたっけ?アルミありがとう。誰だろう。鬼気かな、やっぱ。エルシャールドグラ以外のベガっつったら、あと稲葉か。頼んでみるかな。時間まくりありがとう。上がると誰になるんだ?それはわかんないか。稲葉さんもプール一緒じゃないですかね。え?マジ?ショーありがとう。稲葉も一緒?マジか。じゃあもう誰?鬼気しかいねえじゃん。ネカリーノ。ローズやばない。やばいね。全くわかんないよ。あ、そういえば黒人から届いたわ、靴が。ナイキ。かっこいい靴が届いた。とりあえずトパちゃんより一旦 CPT 優先するか。てかさ、トパちゃん中にさ、CPT とかさ、なんなの?腹立ってくんだけど、マジで。ポンコツポンとありがとう。ん?サコさんもいる。あ、そうか、サコさんもいんのか。てか、なんかもう対策しきれねえな。CPT、時間もねえし。適当でいいや。まあ、諦め。ベガ戦だけやるわ。決勝までで一番危ないのローズ。決勝勝っても負けてもプール抜け。ルーザーズでしょ?勝っても負けてもプール抜けだけど。エルシャールさんがアクアさんを倒すお祈り。そっか。その手もあんのか。全然勝ってもおかしくねえもんな。おばちゃんと CBD 被ってんのきつくない?きついね。ちょっと今回は、ちょっと CPT は、まあ、厳しいかな。CC 本戦もあるかわからないですし。いや、ほんとそれだよな。ふざけんなよ。2回勝ってんだよ、こっちは。CPT3 連続優勝お願いします。10代の頃に作った伝説と、並ぶ伝説を今年で作ることになるよ、それ。いや、でもちょっと今回の CPT は準備ができてなさすぎて、まるっきり手応えがないな。オンは1回だけらしいね。なんかオフはあるっぽいよ。CPT 回らんでしょ。いや、てかなんかルールがよくわかってないんだよね。回んなきゃいけなそうだったら回るとは思うんだけど、オフの大会 PS4 なんかね。ああ、確かに、それ考えてなかったな。ランクも回したりはしないか。あんま意味ないかなっていう。PS4 エボだけ?いや、オープントーナメントオフでやったら、PC ではやんなそうだけどな。ベガは今日対戦するんだけど、ネカリはもう動画見てちょっとやるぐらいしかできないかな。今回の CBT に関しては。ローズもそう。ローズも、まあ、動画見て、対策して終わり。と、気合、あとは気合だね。一回しかね、オンラインの大会が、このタイミングっていうのはさすがにふざけてるけどな。さすがにふざけてんなと思うけど。PS4 と PC で概念の動き変わります。変わる。なんか邪魔だもん。どっちも、なんか、どっちも邪魔。もう、マジでどっちかにしてほしい。午前中なら連結さんロードできるんじゃない?午前中にやってるんだ。ごいっこありがとう。贅沢な悩みだろうけどね。いや、でもさ、競技、多分競技の質が違うんだよね。リーグとトーナメントって。リーグは少ない組み合わせを詰める。トーナメントはいろんな組み合わせをまんべんなくやる。だから、時間に限りがある以上ね、両方対応するの無理なんだよね。まあ、って言いつつ、リーガーが上の方行きそうだけどさ。上に来そうだけど。ウリョローズ。ウリョローズ対戦したいんだけど、俺、ウリョの連絡先知らないんだよ。タタシマン、ありがとう。レッドボール大好き、ありがとう。レイケツさんは8時15分から12時15分まで。そんなにかっちりしてんの? フルの配信ありますか?あー、途中までってことだよね。あれ?俺、去年の CPT ってさ、予選配信してた?もう覚えてねえ。あー、してたっけ?ええー。そっか。
あれ、イタザンとかと当たってた時か。あれか、トラボーと当たったやつか。あれか。あ、してたね、そういえばね。あ、あの時か。はいはい。3回出て、3回ともトップ16以上でしたよ、去年。その時か。覚えてね。覚えてないよ。今年も CPT、まあ何枠あるかわかんないけどな。今年も出れたらさすがにすごい。出れたら、つか出てた大会はねえけど。今年も取ったらさすがにすごい。ランクまで2先に慣れといてよかったって言ってたよ。あ、ほんと？じゃあ、鬼木とは2先でやろうかな。LINE か Discord 以外の連絡手段取りたくないタイプなの。ああ、なんか、そうだね。そこはね、多分ね、おじさんだから、そう、Twitter で連絡するとかっていうのが、もうすごいなんか、ちょっと、違和感がすごいね。うるすけコピちゃん、モググありがとう。確かにな。ちょっとうりょに聞いてみるか。うりょの Twitter、やるべきことをやろう。それで負けるならしょうがないもんな。トパちゃん終わってから SFL ドラフトまでの1週間しか一段落しないんだよな。え？ SFL ってそんなすぐなの？そうなの？あ、ドラフトがね。ああ。エグバートありがとう。ドラフトがでしょ？試合じゃないもんね。びっくりした。爆笑係ありがとう。チーム決まったらもうチーム練習っすよ。厳しい！